若谷よしみです。皆さん、今日はどんな一日でしたか？ハッピーだった人も、ちょっと残念だった人も、ほんのひととき私の朗読をお楽しみください。生きる、谷川俊太郎。生きているということ、今生きているということ、それは喉が渇くということ、木漏れ日がまぶしいということ、ふとあるメロディーを思い出すということ、くしゃみをすること、あなたと手をつなぐこと。生きているということ、今生きているということ、それはミニスカート、それはプラネタリウム、それはヨハン・シュトラウス、それはピカソ、それはアルプス、すべての美しいものに出会うということ、そして隠された悪を注意深く拒むこと。生きているということ、今生きているということ、泣けるということ、笑えるということ、怒れるということ、自由ということ。生きているということ、今生きているということ、今遠くで犬が吠えるということ、今地球が回っているということ、今どこかで産声が上がるということ、今どこかで兵士が傷つくということ、今ブランコが揺れているということ、今が過ぎてゆくこと。生きているということ、今生きているということ、鳥は羽ばたくということ、海はとどろくということ、カタツムリは這うということ、人は愛するということ、あなたの手のぬくみ、命ということ。聞いてくださってありがとうございました。明日も皆さんにとって良い一日になりますように。